はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガミンストレルソング第2回目をやっていきたいと思います。2週目ではなく2回目です。サルイン倒してないから。で、ある程度ね、1回目で基本が分かったので、基本が分かった上でちょっともう1回やっていきたいと思います。主人公はシーフでやっていきます。アルベルトとね、イベントが似通っているんですけれども、いろんなイベントを見ていくのは、本ちゃんの方でやっていければと思ってますので、シフでいきます。バルハル戦士でいいでしょう。またこれプレイヤーエントリーしなきゃいけないの？あれかな、周回プレイじゃないから、プレイヤー名引き継がれないのかな。同じでいこう。振動はいらない。マルディアス。南極に近い極寒の地、バルハラント。この厳しい環境の土地にも狩猟を生業とするバルハル族という人々が住んでいる。今年は暖かく猟の獲物も多いのだが、モンスターも多く見られるようになった。この村の長、ガトの家、その名を取ってガトの村と呼んでおこう。そのガトの村にバルハル族でも1、2を争う勇者がいた。その女の名はシフ。動ける。で、やっぱ重要なのは、ジュエル100持ってんじゃん。金も100持ってるわ。いらっしゃい。ちょっと極寒の地の刻ま、ここら辺はいらない。お、2にできるな。これも早々に2にしておこう。バルハル族戦士、よし、 OK、 300使うんだ。そう、とりあえず誰か最初3にして、ローザリア術法師も入れたいっちゃ入れたいからね。で、ハブで戦士仲間できるのかな。あ、いるいるいる。こいつ仲間にしよう。早々にモンスター退治なら俺を連れて行ってくれ。頼みます。あれ、モンスター退治なら俺を連れて行ってくれ。聞かないといけないのかな。1、2を争ううちの2番目だから、あいつはバルハル族の。あれ、音楽が元に戻った。義勇軍マップは取っておこう。ちょっと待って、これいつもあれなんだよね。え、持っていた。悲しい。じゃあちょっと村長の元へ行きますか。村長、久しぶりだな。最近は暖かいな。生まれてこの方、こんなに暖かいのは初めてだ。狩りの獲物が増えるのはありがたいが、モンスターも増えたのが悩みの種だ。あちこちの洞窟にモンスターが住み着いたようだ。退治してきてくれ。頼むぞ。どことどこ、あちこち全部。モンスター退治なら俺を連れて行ってくれ。お願いします。バルハル族戦士、お前はマジで強かった。あ、何飛びしてんだシフ。あ、ツバイテオの弓はさすがにいらないだろう。ちょっと外しとこう。で、アーマーは普通に装備してんな。で、頭がないけど、いつも弓はが、そうだ、先行不可だった。で、戦王の装備してんだよね。戦王の攻撃力17だから、これがマジで強かった。やっぱり詩人連れてこ。仲間からはず、私が語る物語。物語とりあえず聞いてこ。聞いたけどね。あなたと旅をすればいい歌が作れそうです。ご一緒させていただきます。お願いします。で、詩人なんての初めて仲間にしたかんな。わからん、詩人の剣18か、結構強えな。盾装備させてあげたいな。100円で買える盾とかあんのか。盾は売ってなかった。とりあえず洞窟1個ずつ回っていきますか。西の洞窟、ここはもうわかるからな。で、戦闘をなるべく回避していこう。って言ってもスキルがないから、宝も回収して、西の地図。
熱き戦いが今幕を開けるだそうです。ミスとかおい強い、やっぱりこいつはいねえ。バルファラ族戦士。さてボス戦。そういや、あそこ後ろの宝箱ってジャンプなきゃ取れないんだっけ。倒せっからってかいきなり来たけどさ、断ち切り。詩人強えんだよな普通に。やっぱね武器の攻撃力が高いからね。エナジーボルト38か、いけんなこれ。最初は一般兵が強え普通に。まあ、いつかはね一般兵縛りだけでやっていきたい回も作ってもいいと思うけど。英雄たちの姿があった。よく喋る。うん、ジャンプなきゃ無理だね。戻りましょう。東の洞窟はマジこいつだけだからな。楽、何も技覚えてねえからな。殴るしか、あっけー音もいるし。そう、長剣ね、マジでディフレクトあるからいいんだよね。しかもディフレクト全員ディフレクトだから強っ。やべえ、けマジで強い。これは薬箱を持ってくるべきだったな。一人薬箱用意にして回復しながら戦った方が良さそうだ。このザコ敵先に倒した方がいいか。強撃、使い慣れた武器で強力な敵と。今更ひらめきはいいよ。無意識に体が動いて新しい技を繰り出すことがある。これをひらめきと呼ぶ。いけ175、よし。あれ、このイノシシみたいなやつこんな強かったっけ。終わりだ、完了。ボーンブレスト、毛皮のベストよりはボーンブレストの方がいいかな。そびしよう。射突に弱くなるけどね。まだ罰にはなってないか。まあいいや。てか南の洞窟が一番きついんだよね。敵もワンサカいるし。なんかここでさ、なんかイベントのあれすげえ上がりそうなんだけど。なるべくなるべく、ギャッ、後ろ疲れた。こっちやばくないか。バルハルペギー先にこいつを倒すとこ。アクス、まあまあまあか。いや硬い。うん、シフちょっと数倍の攻撃力がな。あれ、ここでボスだっけ。てかちょっと待って、全力でいこう。なんか強そうだ普通に。15も使うんだ。強撃200 80 30。こいつさえ倒せば。お供は2体か。2ターンでできれば型をつけたい。いやもう火よ、これオフにしよう。確かオンオフがあった気がする。よし倒した。強撃消え、攻め波動105。大木めちゃくちゃお世話になった。2までは開けていいかな一般兵も。で宝箱回収して300円。よしよしよし、いいね。ジュエルも。こいつは切れるのか。スライム系が最初厄介だからな。20当たるか。それでも100。攻撃力は普通に強いな。でもちょっと待って BP 足らん。やばい、武器が壊れる。攻撃し続けると一応ハマってんだけど。でここはでも攻撃つかないとダメでしょ。スライムは厄介だから。60か、それなりだな。
ではこっちの宝箱もいただきます。よーし、翼のお守りね。帰りますか。村長、ご苦労だったな。よし、200円。金はそこそこ118ジュエル。いいね。てか詩人クラス何なんだそもそも。ご苦労だったな。それで銀融詩人は普通に詩人なんだね。で、何も装備してねえじゃねえか。で、安物だけでもいいから買ってあげようかな。この帽子50円、グローブ28円、ソックス9円。最低限のものはつけてあげよう。寒いだろうっていうか、そのアーマーしか装備してないんだから、ちゃんと帽子かぶって、手もグローブつけて、足もソックス履きなさい。あと盾が欲しいけど、盾はここ売ってなかった。で、ここ行って63か。片手用のコンボ、開拓者、剣士。あ、剣士は剣士で悪くないからな。そういえば詩人マジで何なんだ。2にしておくか、バルハル。いや、ちょっと主婦3にしたい気もすんな。先に100もらえるんだったらいけそうだな。サーチとかも欲しいかな。全部欲しいわ、とりあえず買っとこう。ちょっと使うかって言われたら微妙だけど、装備だけはさせておこう。宝箱サーチ、鍵開け、罠解除、警戒つけとくか。で、財宝発掘。意味あるかって言われたら分かんないけど。で、外に出てアルベルトがじゃあなんか漂着してると思うんで、アルベルトを探しに行きましょう。ほら、あそこ船見えるよ。アルベルトいるんじゃない。こっちから行けるし。すぐ右だった、村を出て。急げ急げ、早く。こりゃひどいね。こんな大惨事だったんだ。この足跡、アルハル族じゃない。まだ生きてる。おい、しっかりしな。すぐに暖かいところへ連れて行かないと。めちゃくちゃ命の恩人じゃねえか、主婦。その少年は誰だ。あのナンパ船に乗っていたんだろう。生きてるなんて奇跡だよ。わしが預かって手当てしよう。頼むよ、ガト。もう一回入ればいいのかな。おお、元気になってる、一瞬で。少しは元気になったみたいだね、坊や。坊や、助けていただいてありがとうございました。また洞窟にモンスターが住み着いたようだ。退治してくればいいんだろ。分かってるよ。私も連れて行ってください。皆さんに受けた恩を返さなければなりません。え、ここで選択肢があるんだ。見どころあるね。坊やかと思ったら、言うことは一人前の男だね。気に入ったよ、一緒に来な。こっから先はアルベルトと一緒か。で、アルベルト弱、やっぱり弱いな。ドレスソード、一応バックラー持ってんのか。レザーマー、レザーグローブ、レザーブーツは変わらない。辺境警備兵。いらっしゃい。で、例によってアルベルトは魔法戦士にするんで、レベル0だけど使えるのかな、ヘルファイアって。まあいいや、覚えさせてみよう。とりあえず覚えさせるだけ覚えさす。ここ火はなかったはずだから、スキルで。というわけで、一番簡単な東の洞窟から。これボスは変わんないのかな。
戦力は上がってるからね。取り巻きがちょっと変わってる。攻撃覚えて、峰打ち覚えて、大木弾は覚えて、でカットイン覚えたんだけど使えない。父上の名を汚すわけにはいかない。サンライトアロー覚えてるんだ。ヘルファイア5ちょっと足んねえわ。おクロスブレイク、いいの覚えてんな。弱すぎる。アルベルトはちょっとローザリア術行使になるまでは期待できないかな。でカットイン使ってこう。あ魔法使えばよかった。いいね。一番最初やってた時もここら辺が全然ダメだったからな。では別のところへ行きます。次は西の洞窟。配置が同じだ。やってやんよ。モンスターもほぼほぼ変わんねえな。仲間が増えてる分有利、そして技も覚えてる分有利。おいいね、打ち漏らし、ワンターン。え、近くに宝箱あんの？探そう。いけた。おお、100円、貴重だ。ジュエルも貴重。また同じパターンか。どうしようかな。強撃を2発ってか増えてる。じゃあちょっとクロスブレイクで大木でまずこいつ倒そう。先にボスを、頭を潰す。18、まあまあまあ、ゲッ、ミスりやがった。クロスブレイクが当たってれば2年、ね、リフレクト、他人リフレクト。よし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 。あと強撃でもう使いねえし。カットインもこっちでいいでしょ。でじゃヘルファイアかサンライトアローかって言ったらサンライトアローか強そう。1あるし。よし風出せる、カットイン風出せる。あ全然余裕だ。でサンライトアロー40とか、まあ、しょうがない。それはしょうがない。アルベルトには今何の期待もないから。んー、もう普通の攻撃でいいかな。敗北かけて2回使えないのかな。骨砕き、シフよく覚えんな。お、普通にミス。アルベルトだけ弱すぎる。大丈夫、このまま押し切れる。じゃあちょっとヘルファイア使えねえし。最後にヘルファイア使ってたら使えなかった。詩人ってどうやって外すんだ。そういえばあ、テオノ、あれここのアイテム取れる。回収してこーっと。おお、すげえ。バトルスタッフ、うろ。ご苦労だったな。よし、オッケー。128ジュエル。でかい。これで当分はモンスターも増えない。相変わらずカメラ目線。ローザリアへはどう行ったらよかろう。これで騎士団寮に行けるようになったんで、さすがにこの状態だったら騎士団寮の地図を、騎士団のまだイベントは終わってないでしょう。この若者を騎士団寮まで案内してやれ。分かったよ。ありがとうございます。このゴンはいつか必ず。よその地図などわしらには必要ないからな。ローザリアまで無事に着けるよう
祈っておるぞ。騎士団寮は雪原の遥かに石だよ。早速出発しよう。で、お意見したと行きましょう。待て、これを持って行け。なんかあったっけ。これは竜の目じゃないか。村のお守りを私が持って行っていいのかい。もともと竜の目はお前の一族のものだ。お前の祖先が竜の庭から持ち帰ったのだ。その時には竜の目に光が宿っていたという。え、お前の父は失われた光を取り戻そうと竜の庭を探したが果たせなかった。こんなイベントあるんだ。その夢、お前なら成し遂げられるやもしれん。竜の目、え、これ何。まだ多分大したアクセサリーではないよね。指輪かな。あ、指輪だね。体力がややアップ。射突、炎、霊気、いやいいね。まあ光は失われてるみたいだけど、まあ装備するだけ装備はしておきましょう。よし、じゃあオイゲンシュタットへ行きます。ちょっとバルハルはもう3にしちゃおう。これ両手体験、片手斧のサバイバルで、スキル単体 OK。 よし、強撃が1になってんな。 OKOKOK1 だとだいぶ違うからね。クロスブレイク使ってこう。じゃあガンガン使ってこう。もうすぐ追い返したとつくし、ほらほら、いいね、火力高い。アルベルト火力弱い。早くローザリアに行ってローザリア実奉仕になりたい。あ、武器はちょっとね弱いけど、ツバイは。わざわざクロスブレイク覚えたの。あー、ちょっとミスるな。でもやっぱり、ではこのままオイゲンシュタットへ行きましょう。騎士団寮オイゲンシュタット到着。いいペースだ。というわけでオイゲンシュタットに到着しましたので、次回こそは騎士団寮イベントをやっていきたいと思います。では、シフ編、始めていきましたので、シフ編の方もよければ見に来てください。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。